はい、というわけで今日も元気に白黒チャンネルのお時間です。今日はですね、天地開闢の指針超絶に挑戦したいと思います。ちょっとね、かなりドタバタして、うお、これ柳来るんだみたいな感じで今やり始めたのでね、顔出しなしになりますが、よろしくお願いします。で、今回はですね、このデビルズファミリーで今回追加された星5のキャラですね、優雅なヒットマンモロクさんがですね、神キラー EL 持ちなんですよ。で、今闇属性だしということで、ちょっとイザナギさんに使えそうだなと思ってやっていきたいと思います。敵にダクスインにヒットした際に特定のいいダメージを与える、まあ、途中のねイザナミさんにも使えるかなと思ってます。身はね、出た時についてた荒稼ぎですそんな感じで行ってみたいと思います。はい、ボスです。ボスバンゲージのみですね。よし、行こう。弱点に当たった時にダメージだから、弱点をに当てたいですね。ここは上にいると白爆発がやばいので、下になるべく痛いです。うん、こっちに来い弱点、頼む。ああ、そこ当たれないな。うん、そこ当たれない。しょうがないですね。しょうがないな。弱点にヒットした際ですもんね。だから弱点に当てないと意味ないから、とりあえず耐えよう。まあ狙っていっちゃいます。止めてあげるね。はい、地球に回復します。よいしょ。ストライクショット、闇を照らす光や。よし、 OK。 よーし、あとモロクさんで決めたい。モロクさんで決めたいです。いいとこ来てくれ、お願い。あ、そこがいい。あ、いけそう。よし、多分これ決まると思う。いきます。お願いします。決まってください。ダメージをとか気にしないでいく。いきます。受け取ってくれたまえ、我が愛の銃弾を。あー、決まんなかった140万ですね。やっぱりちょっとカンカンしないとまずそうな感じですけどね。あー、びっくりした。決まんないのか。まあ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 、勝てましたね。いやー、やっぱでもキーがやっぱ240万ぐらい確か出ますよね。ってなるとやっぱりモロクさん、もうちょっとカンカンしないと、カンカンできるとこで弱点決めないとちょっと厳しそうな気もしましたがなんか途中結構集中しちゃって喋んなくなっちゃったところもありましたがね。モロク入りでイザナギ勝てました。イエーイ。結構いけますね、イザナギは。よかったです、勝てて。あとね、一応弱点ヒットした際、まあ、ワンヒットですけれども、のモロクの神キラー ELSS ね、ご覧いただけたんじゃないかなと思います。ということで、ね、今日も完全にね、まあ、超絶神クエになりましたが、ご視聴最後までありがとうございました。ツイッターやってます。あと白子チャンネルでやってます。ぜひツイッターフォローお願いします。 YouTube チャンネル登録は下の赤いボタンから登録いただけますと動画の更新通知が届きますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ということで、本当に本当に最後までありがとうございます。また見てくださいね。バイバイ。